おーい、ウィット。あ、チョメくん、どうしたの？見てくれよ、これ。あ、それはもしかして私に？あ、結びの祭りの日まで持っててもらうことになるけど。わー、楽しみ。待っててね。うお、虫でか。あ、取られた、もしかして。石取られた。あ、次のボスか。なんだこれ、予想外の敵が出てきたぞ。今度は何なの？何やってんだあの虫。食べた、食べちゃった。やい、魔物め。今回はマトック様が相手になるぜ。食らえ。わ、食べられちゃうよマトック。大丈夫？ちょ、やめろ、離せ。マトック、何やってんだ。くそ、マトックが食われちまう。何、覇気か。え、何、うわ、リンクしてるんだ。消えた。なんかマトックと最後一緒に戦う感じになるのかな。いてて、何が起きたんだ。お前、石が光ってワープしたぞ、すげえ。はっはっは、どうだ、これが俺の石の力だ。よし、マトック、一緒に石の力であいつをやっつけるぞ。タイトル通りだね。うわ、バトルスタートしちゃった。じゃあまた新しい要素が出てくるのかな。緑の石と赤い石を使って。巻きつくになんか変な効果あるね。なんだろう。しかも相手の HP は6と。この戦いからギミックの効果少しだけ強くなります。お、大砲とか。あ、なんか改良してたね、ネズが。はい、ちょっと巻きつくわ。今ガチットになった時、相手のガチット1つをターン終了まで使えなくします。強くねえかそれ。相手のガチット1つを使えなくするってことは、まだガチッとしない方がいいな。体当たりは何だったっけ。貫通か。これは右足ガードとこの忍耐ガードで頑張ってみよう。で、次石つぶてがあるから残っても大丈夫って感じでちょっとやっていこっかな、これでね。自由移動を手に入れる。こっちが使えなくなった。よかった。はい。こんな感じで使えなくされちゃうね。あれ、自由移動は？右足ガードはどうなってんだ？ 3。まあ、とりあえず3。先に行こう。で、さっきの2つは残ってるけど、こうやって残ってたら増えるんですよね。あ、でも1個しか増えんわ。叩きつけるしか。全然大丈夫ですね。で、全然大丈夫って言っても6あるんか。巻きつくはあれか。いや、これね、石つぶてでもいいんだけど、せっかくガチッとできるから石つぶては取っとこう。で、次どっちが来る。あ、そっちが来るのは、あ、そう、困る。あ、あ、そっか、そうなるんか。しょうがない、石つぶて使うか。まあでもいらんかったからいいや。で、次は体当たりか。これでガチッと。これね、貫通だから本当は取っときたいんだけどね、自分も。まあでも
しょうがない。これでいこう。なんか強いね、本当。大丈夫かな、今後。勝てるのでしょうか、私は。不安になってきたわ。3。まあでも、やりがいがあるけど、お、1個0にする。まあでも、2つしかないのは助かるな。巻きつくが、地味に強いんだよな。じゃあ、これは、1、2、3やって、はい、ネズを使う。ネズ村人ふわっと0。今がねチャンスだよな。鍛える突撃が0になった。ブレイクしようで、気合と忍耐も使っとこっか。なんかペナルティとかあったら嫌やけど、なんかいろいろ気合を使っとって、まあとりあえず右足ガードで当てちゃいましょうか。さあどれが使えなくなる。黄色を使うことによってね、あ、オッケーオッケー、こうなるよね。赤使ってたらね、赤封じられた時にね、ダメ、合議ができなくなっちゃうからな。これだと残るんだよね。こっちにしよう。4ダメージでいいや。ちょっと戦いが長くなるな。これで4与えられるんでしょう。ちょっとずつ削っていくってことだよな。30分以上かかるかもしれないな、もしかしたら。あ、でも、ガッツっていうかコストがあれになったな。あ、これも強いけどさ、ぶっ壊すを使うと。でも私もう突撃と投げつけるをガチッと刺しとるからダメだな、これは。投げつけるを使うと相手のガチッとは特殊。相手の本体2ダメージ。これは強いぞ。ガッツが2しかないから残り。タイヤ対応か、相手の本体に4ダメージ。相手の、これは、もう一択だな、これ。投げつけるを使うと、これでいこう。特殊効果もなくなるし。つえ、叩きつける。これ一個倒せん。あ、なんだか、これ一回アドリブ使っとこう。はい、相手特殊効果も何もなかったな。あー、これ次使えるって感じか。マイナス1か。これにしとっか。まあこれはとりあえず投げつけるを使っとこう。特殊効果はないけどね、相手の。ハートにやっとって、これはもう削るターンでいこう。でどっちにやるかって、これはね次のターンに使った方が良さそう。あ、ガチッとしたターン無敵か。あ、これで削っとこう。よし、この次のターンやな。でも攻撃が4っていうのはちょっと強いな。3、何もないのか。あ、逆もいけるな。上にもいける。なんかある。ではタイヤ対応使うと相手の本体に4ダメージか。1だけ同じ種類のガチと、あ、ミックスできるんだ。こっち行こう。カーリーさんがいるわ。黄色を鍛えたいな、なるべく。巻きつくと叩きつけるか。はい、カーリーさんがいた。まあ、とりあえず頭の中があと3か。押せ押せガードでマイナス1させとこうか。
で、押せ押せガードと右足ガードをミックスさせよう。よし、黄色やった方が多分強いと思うんだよね。で、叩きつけるをこれで受けるか、こっちでもいいのか。こっちにするか。治癒移動で、次を巻きつくって投げつけるか。くっそ、これ使っとけばよかったな。最初押せ押せガードやったかもしれない。で、次はね、直接もう攻撃したいんですよね。だからしょうがないけど、もったいないけど、これ使う。ハートにね、攻撃をしたいです。初手黄色やったな。ミックス刺した、ぶっ壊す。いやー、結構もう 10分ぐらい経ったよな。10分以上か。そうか、また6に戻るんだったガッツが。これで自由移動か。ここはウォラに行っとくか。何が出てくるかわからんし。で、こっち結構ガチッとしてるから、ぶっ壊す戦法もまだできないから。ハエブンブンって何？発動した。ハエが集まってきた。え？右上にいる。お、ハエはどうやってすんだ？巻きつく。最初から巻きつくか。ハエはどうやって調べるのこれ。ハエは相手赤ガチットで退治できる。退治しないと相手がパワーアップっていうのが気になるんだよなこれ。まずしっかりガードで巻きつくを倒そう。4も食らうか。で、これだよな。ウォーラ使うか。ウォーラ使おう。退治しないと相手がパワーアップっていうのもちょっと見てみたいっていうのもある。ぶっ壊す使おう。オールブレイク。これでスタミナを減らそう。結構ハエいろんなところにおったよ、マップ見たけど。どんな感じでパワーアップするんだろう。食べるのかな。またハエを食べてパワーアップ。まあ、実況的にもちょっと見てみよう。いや、次が怖いな。でも、あ、またハエのところに来たぞ。ターン7。特に変わった様子はなさそうだけどね。どこが変わったんだろう。あ、強いな。ハエは倒さんや。まずいなこれ。どん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 強くなるなこれ。パンチ絡め全部無敵か。いや、これちょっとやり直した方がいいかもしれないな。これまず爆竹使おっか。もスタミナも減らしとこう。そっちか。お、これはまだ使えん。で、気合ガード、それが上がるんか。頭の中がゼロだからアイデア復活させとくね。アイデア復活できねえ。BP がなかった。ここね、BP がないからね、ここ取ってくわ。だからまずハエをこの投げつけるでやっつけて、本当はね
あのハート壊そうかと思ったんだけどね。でその後にこれを使ってチオイドで次に黄色いやつでねブレイクさせて BP2 にして頭の中を復活させよう。これでいいでしょ。オールブレイクしたら溜まるから。で自由移動でしょ。マトックが近くにおったはずなんだけどな。ハエのところは絶対行きたくないよな。あったあった。これはガッツを3回復、頭の中のアイデアを復活。こっちもいいな。体当たりを使うと本体に4ダメージ。でもこれでさ、もうハートに攻撃したいんだけどね。あ、でもこっちにするか。頭空っぽだから。BP ちょっと節約で交換とかもできるから、マトックの方が良かったかな。まあちょっと、まだまだ先が長そうだからな。ちょめ、おじさん来た。はい。投げ払う。 すぐ来ないのか。こっちじゃない。はい、ガッツも増えて頭の中もリフレッシュ。 OK、 いっぱい来たよ。感じがらめ投げ払う来たね。相手のガチと一つをブレイク、自分のガチと一つを投げ払うに変化させる。そう、投げ払うっていうのが分かんないんだよね。どんな感じなの。これ使ってみる。あ、でも茨の鞭をさ、やりたいね。どうせあるんなら。いや、でもこれしかないかも。これで一回削ってもいいな。あ、これで削って次の茨のやつを、あれにするか。石すべてでできるしね、この今のやつはね。うなぎ払う。茨の鞭の効果何？直接ダメージかーい。これ石すべてで一気にできるからね、巻きつくは。投げ払うで相手のガチと一つ、相手のガチと一つをブレイク。ランダムなのかなこれ。頼むよ、茨のムチにしてくれよ。いや、そっちか。今ガチとしとるやつじゃないの。相手のガチと一つをブレイク。おー、しょうがない、これ使うか。あ、なんか強くねこれ。ずっとこんな感じになるんだ。なるほど、これは使えるぞ。そういう効果か。ハエがいる。結構自由移動も大事だと思ったわ。カリーさんが来たよ、また。ミックス。ほう。これ、投げ払う使ってもいいんだけどさ。これやって、これやって、しょうがない。もったいないけど気合を使おう。赤来てくれ、赤。オッケー、来た来た。これはね、これ体当たりがさ変わったら嫌だな。これちょっとやっとって、投げ払う。あー、そっちが変わったか。もう強いんだけど、マジか。いやー、マジか。もう投げ払いループだなこれは。で、なん誰だこれは。ダメージを受けている相手のガチと全てブレイク。これ石つぶてからのコンボでいこう。投げ払うは今回使わんでいいわ。石つぶてを使って、
お助けキャラで行こう。もったいないけどね。ああ、それが来るか。赤が来てほしいんだけど、赤が。とにかく赤が来てくれ。ミニタイム使っとこう。ハエ倒せるかな、今回。爆竹か。で、爆竹はさ、相手の価値としてとガッツに3ダメージだから、今使わない方がいいよね。もったいないね、いろいろ。しょうがない。これはまた投げ払う使うか。これももったいないよね。使えるけど。で投げ払うを使って増やそう。またそっちが投げ払うだったか。 BP はどんどん溜まるけど、あ、そっか、 BP が溜まってるから入れ替えればよかったんだ。あ、またミスった。うわ、ミスったの。またそっか、頭の中の技のやつを入れ替えるっていうのもよかったわ。投げつけるを使うと OK。 投げつける使おう。あー、でも投げつけるはもうないのか。復活させた方がいいな。じゃあ投げ払うループでいく。またそれしかないな。でも突撃も強いんだよな。自由移動使えるか。まあ、困った時は投げ払う使っとけばだってなんとかなるよな。投げ払うが使えなくなっちゃった今度は。そう、じゃあ爆竹と突撃のコンボでいく。それでもいいよな。なんかないかな。とりあえず爆竹使うわ。引退ガードが来たか。でぶっ壊すと、がんじがらめ変えとこう。でアイデアも復活させとって、で来て投げつける使ってもいいな。で突撃でブレイクか。投げつけるを使うと相手のガチと今本体2ダメージ。お、投げつけるで、これはね鶏にやっとこう。なんか他にもねあるんですよ。投げつけるを使うとあの特殊効果を失ってダメージを与えるって、鶏がね。だからこれはちょっと取っとった方がいいかなと思いました。でこれはね巻きつくはね、このぶっ壊すの無敵でね倒そうかなと思います。であとこれもガチッとしといて、はい、これはこのままこれでいこう。オールブレイク。 BP も3か。ハエは嫌だ。4か。ハエのところだ。ターン12だよ。茨のツルが11って。投げ払うええけど、ハエが集まってきた。うん、わあ、それ巻きつくか。強いなあ、ほんと。投げ払う2回使っとくか。
あ、よかった、そっちで。で、これでやっといて、もう一回薙払う使う？はい、倒しとこう。やっぱパワーアップされるのは嫌だ。最初から分かっとったらもう、いや、実況的にやっちゃったから、薙払うでも強いわ、この使うっていうのは。OK。相手結構まだ残ってるな。はい、オールブレイク。チャンスターン。削っていきましょう。いや、でもあと少しで終わるぞ、ほんと。BP も結構あるから勝てるでしょ。いいか。またハエのところかよ。これもうでもぶっ壊すは使えないね。使ったら薙払うコンボがもう使えなくなっちゃう。しびれ粉だってなんだろう。何かを覚える。集中、結構いい感じのが来たね。頭の中もうゼロ、もしかして。あ、なるほど。いや、ゼロじゃないね、いっぱいあるね。じゃあしょうがないから、これは、はいはいはい、でっかいハエ投げつける使っとこう。でこれで壊して、投げ払う次使うんですけどね、とりあえず忍耐で新しいアイデアをね思い浮かべさしたいんですよね。これも使っとって、忍耐使って、さあ何が来るかな。がんじがらめ、これなんだ。バトル終了、まあ、相手のすべてのガチとマイナス3マイナス3する。バトル終了まで強いね。がんじがらめ消えたら嫌だな、うん、投げつけるが消えてくれたら助かるんだけど、頼む、投げつける消えてくれ。あ、よかった、そっちでもいい。よし、最後またマトックで決めたいな。突撃、グッダグッダバトルでしたな。もう大丈夫でしょう。4、マトックのところいける。3、4、ダメか、あと少しだったか。体当たりで使うと相手の本体に4ダメージか。こっち行くか。この初手巻きつくも強いよな。じゃあ漢字絡め使っとくか。はい、一気に簡単になったな。でこれは投げ払うでループしていくか、もう一回投げ払いループや。そっちが消えたか。で次も投げ払うを使おう。使えなくなっちゃった。まあええわ、オールブレイクや。あ、これ貫通のやつでもよかったな。もしくは自由移動で OK、 自由移動できた。でマトックで倒そう。マトックいるでしょ、こっちの2、3。あー、もうちょっとか、あと1か。ぶっ壊すを使うと体当たりを使った相手の本体に4ダメージ。ガッツじゃないよね、体当たりを使えば。ここで行こう、大砲で倒そう。体当たりあったかな。
あった、体当たり。体当たりと、投げ払うを変えて。で、体当たりを、あ、貫通もあるじゃん。うん、まあ、大砲でいっか。さよなら。はい、ひらめき4ももらえたね。30分以上はかかってるような気がする。何分だろう、後で見てみよう。チョメくん大丈夫？ちょうど30分ぐらいか。あ、ウィットも昨日から大変だな。もしかして魔物に懐かれてるんじゃないか。え？魔物って私みたいに可憐な乙女がタイプなのかしら。それにしてもせっかく見つけてくれた石取られちゃったね。また探してくれる？あ、また最初からか。あ、第4章、お前が赤なら俺は緑。で、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。ありがとう。失礼します。